よいしょ。あ、待って、あれ。お疲れ様です。あ、ありがとう。風船3個ありがとう、うん、あ、パンダもありがとう、あ、ナイス押してくれた、ありがとう。右下ナイスお願いします。なんと500ナイスで重大発表があります。遅い。昨日長時間ねやりすぎた。長時間、うん、狛江の分これから舞ちゃんに、え、どういうこと、狛江くんもナイスやってんじゃん。なんかさ、そうそう、キャリーちゃんね、いろいろあったね。ナイス剥奪、なんで、え、なんでナイス剥奪なの。え、駒井くんからありがとう。え、なんで剥奪、なんかバンになって1日バン、あ、そっか、1日バンだったんだ。谷間、奈々ちゃんの谷間、奈々ちゃんの谷間で、昨日の奈々ちゃんの谷間、マジか。え、それで1日番って厳しくない？ありがとう。あの、私半日番だったことあったけど、半日番だったら大丈夫なんだよね。ナイス剥奪にならないんだけど、半日以上なっちゃうともう剥奪、3ヶ月厳しい、怖っ、うん、厳しいね。奈々ちゃん結構がっつりな谷間だったもんね。いや、奈々ちゃんあの胸あるから、奈々ちゃんで女性ホルモン打ってんのかな。結構胸でかくないねえ。あ、前打ってたのが残ってるんだ。うん、昔打ってたんだ。あ、そうなんだ。うん、いや、アンチスレなんてしょうもない、雑談なんてしょうもないじゃん、うん、あ、そう、駒井くんの分も頑張るので、よかったら駒井くんのナイスもいいですか、もらって、うん、いいですか。あ、310ナイスありがとう、うん、ありがとうございます。あのね、昨日まゆちゃん本当に、いや、緊張したな、本当、うん、駒井くんすごいからね、ナイスね。みんなどこに行くんだろう、駒井くんのナイス。パルちゃんが眉褒めてた。え、めちゃくちゃ珍しくない？パルちゃんが眉のこと褒めるなんて、うん、珍しいな。いや、昨日、うん、なんかね、いろんな人と出会って、
養分とか怖かったんだよ。ちなみに配信外で、まあ、配信できないじゃん。養分に話しかけられた。養分に。なんて話しかけられたと思う。タバコ吸ってたの、あの喫煙所で。吸ってたら養分来て、通りがかった時に私なんて言ったと思う、養分。なんて言ったと思う？違う。オレーって言われた。耳元でオレーって言われた。その一言だけで、いやいやーとか言って。その一言だけ。びっくりして、そう。まあなんか中学生みたいだよね。なんか私のこと本当に嫌いじゃないんじゃない、うん、じゃあその後前に頑張れよじゃなくて、全くの配信外の時、配信中にもオラって言われたかを忘れたけど、全くみんなあの配信してないゼロワンの TikTok のライブの時間の時、で頑張って養分に話しかけたのよ。配信中に私配信つけて、なんでそんな私に言ってくるわけって言ったら、お前に期待してるからだよって言ってた。お前に期待してるからだよって。そうなんだ、うん、配信の期待をしてるからだよって。そうなんだ、ずっと前から認めてたんじゃない、前のこと。もしかして、そうだったんだ、うん、うん、女性配信者伸びない。そうだね、女性配信者バカにされてるから頑張りたいね、うん、なんか泣けてくる。初めてね、養分と話した、うん、うん、そうね、あ、パルちゃんも、あ、パルちゃんにも言った、配信外で、なんで私にヘイト向けしてくんのって。それはそんな感じに言ってくれた気がする。パルちゃんでもね、うん、いろいろありましたけど、いや、行ってよかったな、マジで。一瞬、あ、金ちゃんの動画、私もうるっときた。いいな、うん、金ちゃんのあのお誕生日メッセージの動画ね、びっくり、あの一番びっくりしたかな、鳥肌立ったというか。ラファエルさんとかもビデオメッセージしてたけど、やっぱ金ちゃんがうわーって思った、うん、ねえ。いや、あれはゼロワンからするとすごいさ、感動ものなんじゃない。ずーっと金ちゃんのあの射程みたいな立ち位置で活動してたから、あのゼロワンって。それがさ、あのゼロワン社長おめでとうございますってゼロワンから、あ、じゃあ金ちゃんから、あれ一番嬉しくない？ねえ、シュークリームゲー、うん、奈良ちゃん泣いてた、うん、歌うまかったし可愛かった、ありがとう、うんうん、なんかもっと長いやつ歌えばよかったかな。でもあれぐらいの短さでよかったよね。前が購買した時から知ってて、ゼロワンと付き合ったの、うん、違うよ、
違うよ。うん、なんかね、なんかゼロワンがすごい偉い人に見えた昨日。あのドレス可愛かったよね。うん、ゼロワン好きだった。あれはだから2年ぶりの絡みだからね、嬉しかったってリスナーさんからすごい来てた連絡が。ただ一人勘違いしてた人がいて、まあなんかこう DM とか結構来るわけ、いろんな人からさ、あのまゆちゃん、あのゼロワンと絡んでる時にすごいあの女の顔してた、あの顔伝わってたよとかね、それ全然違うんだけど、それで私好きになりました、まゆちゃんのこともっとってなんか連絡来て、うん、なんかね、正直言うとなんかちょっと悲しかった。なんかね、ゼロワンがなんか私になんかこうハグしてきた瞬間があったの、あれがなんか悲しくって、あのふわっちってこれが面白いんでしょみたいな、なんかちょっとあれ悲しかった。そんなことないのにみたいな、それがふわっちってさ、まるでなんかあの TikTok のなんかバカにしてる、ふわっちをバカにしてるような人が言うようなさ、ね、あれはなんか嫌だったけど、そう前だったらそういうこと私ガツンと言ってたんだけど、なんかそういうのも言えなくなっちゃった、うんうん、で TikTok の人になったって感じ。まあ TikTok の人なんだけど、うん、でもね嬉しかったかな。まあほとんどふわっちのメンバーだったしね、誕生日も。恋愛芸でもなんかさ、別にその恋愛芸してないのに男とコラボしたらさ、男芸ってなんか一括りになってるよね最近。うん、何十回も見た、うん、うん、ドレス可愛かったから配信なかなか上半身しか見たもったいなかった。あー、あ、すーくん、すーくんありがとう。ちょっと待って、すーくんありがとうございます。うん、俺とのコラボ男芸って、いや、エンディさんは女カテゴリーだよね。エンディさんお疲れ様。なんかキャリーちゃんといざこざだったね、なんかさっきね。うん、あの歌の動画あるよ、見る？ TikTok 見てない人いる？見たい？いいよ、ちょっと待って。公共してないよ。まあね、胸でかいんだって。ね。これか、よいしょ。これですね、 TikTok のあの配信で。Yeah!
笑ってる。ゼロ。にんまりしてた今見たら。大成功しました。ちょっと大成功したんでナイスいいですか。あのふわっちの配信者として仕事してきました。ちゃんとナイスお願いします。うん、にんまりしてたね今ゼロ番の顔見たら。あ、ピーちゃんありがとう、うん、ありがとうございます。うん、ナイスポッチありがとう。そうだね、いや正直言うと欠席しようかなってちょっとね考えたぐらい嫌だった。欠席しようかなって、だってさ、うん、すみはりちゃんと歌う順番逆にした方が良かったって話してた。あ、よ、養分さんだってっけ。なんか養分がさ、なんか褒めてくれたっていうことがさ、すごくびっくりしてる。そうそう、すみはねちゃんはなんか TikTok の人って芸能人みたいだよね。ね。そう、まあでもほら、まあ。まあ、養分がああいうスタイルだからね。みんな別に嫌いとかじゃないんだよ。別に興味ないしね、そこまで人に、うん、いや昨日はすごいね褒められた。私いつもこう、まあでも昨日よ、いや褒められたけど、でもやっぱり昨日はなんかアンチ多かったよ。なんかキモいアンチが、もう絶対に嫉妬っていうあのアンチね、キモかったな昨日は。湧いて湧いてずっと、うん、配信はエンタメのね、うん、どんなの。いやなんかそうネチネチしてた昨日は。なんかねネチってた、湿度高かった昨日は。そう、そう短い曲でよかったね。いや周りの評価っていうか結構ディスられるからね私。だから、あ、そんなこと言ってくれたんだって思ったら嬉しいよねちょっとね、うん、あ、誤爆で死ねもいたけど、もうなんか私ね昨日マジでユニバ投げようと思ったの。投げれなくってさ、多分サーバーが混み合ってたのかな、不具合でさ、ハルさんにも相談してこれどうしたらいいって、あ、もうこれ買えないよって言われて、で私前にあの TikTok ちょっとやったことがあったから、その自分がもらった投げ銭をあのポイントに変えて、それだけ投げれた。1万分ぐらい投げれたかな。あ、そうなんだ。うん、じゃあ投げられた人はもともとちゃんと買ってたんだって、そのコインを。嘘じゃないよ、ガチだから、うん、そう。まあでもさ、1万円って別に、そう、1万円投げたらめちゃくちゃ叩かれて、え、でもさ、もっと出せよって言うけど、え、じゃあさ、あなたたち元カレに逆に1万円以上使うのは当たり前なのかな、普通に考えて。いや参加費無料なのは、それは歌ってくださいって呼んでくれたから、それ参加費無料でしょ、それは、うん、本当だよね、自分が投げたらいいのにね。運動ギャラだけどね、うん、むしろ元彼に使わないだろ、十分だよね1万でもね、うん、ね、
それでさ、私のあのフォロワーがなんかケチ野郎みたいな誤爆して、まあ、これ私のフォロワーなんだけどって思ってムカついてブロックしたけど、うん、気持ちだから私のフォロワーまでも、うん、昨日ひどかったよ、うん、500ナイスで発表させてください。まゆちゃんこう、あ、ごめん、アイテム投げてる人じゃないよ。あ、フォロー、あ、私のこと、私フォローしてないけど、私のことフォローしてた人だった。私のことだけフォローしてた人だからね、しかもね。うん。うん。まあいいけど。感じです。いや、やっぱ無限さん実物かっこよかったな。無限さん、うん、プリコ昨日仮想配信者と言ってて偉そうだなと思って、あ、なんかプリコさんはそういうスタイルなんだよ。ちょっとなんていうの、そういうキャラっていうか、盛り上げるみたいな、そういう人だよね。私なんかプリコーさんがふわっちやってて面白かったしね。そう、俺様キャラ、そうそうそう、ネットの王子とかそういうキャラクターだからね。根はいい人なんじゃない。うん、うん、あれでいいんだよ。うん、朝盛り上げるためとか、そうそうそう、パフォーマンスね、悪役みたいな、うん、そうそうそう、士気を高めるみたいな。逆にいい人だよね。その01からすると美味しくしてくれてんじゃん。だって悪役買ってくれるってなかなかね、したくないじゃんね。ただ最初は勘違いされちゃうタイプだよね。ナイスポチ、ありがとう、うん、TikTok、 え、でもさ、昨日無加工だったんだけど、昨日無加工でしたよ、うん、無加工だったね、昨日。そんなにさ、ブスじゃないくない？まあ、加工つけてるけど今顔違うかもしんないけど、加工してないからね。そんなブスではないよ、うん、ただやっぱちょっと二の腕が太かったかな。二の腕が、うんうん、二の腕がね、加工だってなんか嫌じゃん。なんかモチベ上がんないっていうか、うん、化粧してるときはすっぴんブスってことねってさ。まあメイクしてる方がね、それ可愛いよね。本当、私言われると気にしちゃうんだよね。結構昨日二の腕太いよって言われたから、太いかなって。まあ、若干ちょっと太いんじゃない、体重にしては太いんじゃないかな。まあでももう脂肪吸引とかしないよ。もう脂肪吸引はしないね、うん、うん、まあね、なんか知んないけど私ね、なんか外見すごい言われるんだよね。なんでなんだろうね、うん、昨日特に、まあ、嫉妬中なのかな。無限さんとかあの01とかのあのガチ恋とかがあれしちゃったのかな、うん、あ、パンダ、あ、レンボーさん
あのレンボーさんなんかイキリスト君のところでなんか いました、なんかレンボーさんがなんかさ取り上げられてて知らなかったんだけど、あ、蓮舫さんね、蓮舫さんイキリストくんの枠でなんか乗ってたよね。うんうん、イキリスト見てたなら配信したじゃん。だからちょっと疲れちゃったんだよ昨日、長時間やりすぎて。昨日も半日配信したか、半日以上か、疲れちゃったよね。昨日朝から配信してたからね、深夜まで、今日の深夜まで疲れちゃった、うん、よかない、蓮舫さんなんか何者なのか分かんない、うん、昨日ねカラオケ行って帰ってきたんだ、うん、帰ってきた、足痛み、あーね、大丈夫大丈夫。ちょっとあれだね、ヒール履いて長時間歩くもんじゃない、ヒールで歩くのそれ疲れるよね、あんなずっと、うん、うん、朝まで配信してる時もある。ありがとう、あ、天気ありがとう。あと120ナイスで重大発表、あと1時間お願いします、お願いします。大当たりありがとう。そうだよ、昨日はトップグループとしてあの活動したりね、うん、ゼロマユ好き、いやなんかね多いんだよリスナーさんで、うん、まあね、ゼロワンから始まったしね、私ね、うん、いやあの歌でよかったな本当に、うん、この人無理、じゃあなんでいんのここに、無理なのになんでいんの。 TikTok からリスナーは増えないんじゃない、歌だけで。そんな簡単じゃないよね、1、2分歌っただけでさ、うん、うん、あ、本当？あ、よかった、うん、よかった、嬉しい、そうな、ニューバランス履きやすいもんね、私もニューバランス履いてるもん、いまだに、そうだね、いまだに履いてる、うん、スミハネちゃん可愛かった、なんかスミハネちゃんを私知らなくって、スミハネちゃんの TikTok 見てさ、なんかなんだっけな、何かを集めててなんか歩いてて、なんだっけ、なんかこうやってなんかこういうのやってたよ、さっきずっと歩きながらなんかあの200コイン投げた、あはっ、ランウェイだ、ランウェイナイチューみたいな言ってた、あ、ファンダムだ、ファンダム、うん、そう、ファンダムが1個100コインでなんかそれを集めてたらしくって、200コイン投げた。スミハニちゃんって私の配信めっちゃ見てるらしいよ、とか言って、めっちゃ見てますとか言って、マジですかって、見てるらしいよ、うん、うん、あ、そう、1人1個らしいんだけど2個投げたらなんかそれは違うって言われた、コメントで1人1個だからそれは違うって、いいだろ2個投げても金払ってんのに、うん、
モンジョリにも言ってた。マジか、見てないかもね。じゃあ分かんない、いや TikTok って誰でも可愛くなれるからね。すっぴんでもメイク仕様の加工とかもあるし、みんなに言ってんのか、社交辞令。でも可愛かったね、可愛かった。すみはやちゃん、ただ TikTok 加工技術が本当にいっぱいあるから、すごいから、あのいっぱいあるんだよ加工が。なんかね、加工アプリあんじゃん。で有料課金しないともうできないような、もう何百種類の加工があるから絶対可愛くなれる。だっておじさんとかがさ、高校生の制服着てめっちゃ可愛いかったりするんだよ加工で。なんで私今スミハネちゃんと競ってるってなってるの、勘弁してくんない。あ、スミハネちゃんもアンチいるんだ。まあでも TikTok のアンチなんてふわっちに比べたらね、たかが知れてるよね。まあ TikTok は可愛くなれる、本当に誰でもなれると思う。キラキラしてるね、すごいキラキラしてる、そうそう TikTok って赤出しだから、赤出しってコメント流れないじゃん、難しそう、すごい難しそう、あの何なのマジで。スミハネは加工で可愛いと言ってないよね。私スミハネちゃん可愛かったって言ってんじゃん、もう何なの本当。誰でも可愛くなれるよって言ったんだよ。ひねくれてるよね、アンチって本当ひねくれてる、ひねくれすぎてる。でも事実なんだもん、 TikTok は本当にみんな可愛くなれるし、昨日のまゆちゃんの肩紐ってせいちゃん真似してないよ、あれは真似したわけじゃなくて一目惚れして買った。そう、真似して。そう、なんで今日 F 君怒らないかっていうと、配信始めた直後に悪いことしたから、悪いことしたなって思ってるんだと思う。今真下にいるけど、反省モード中。今あと115ナイスお願いします。ちょっとね1時間で日付変わっちゃうんで、12時でちょっと枠終わっちゃうんでお願いします。ちょっとみんなが喜ぶ重大発表があるんで、喜ぶ重大発表が、よろしくお願いします。アンチでもいいが、いやそういうわけじゃないと思うよ、本当に喜ぶと思う、マジで喜ぶと思う。姉ちゃんありがとう。205何連投してんの。205ちょっと待って、205歌詞も傷つけて、ちょっとしつこいからブロックね。もう1回までかな、もうなんか悪いこと言って1回とかだったらいいけど、もう ずっと連投悪口はね、粘着質でちょっと気持ち悪い。あのね、桐崎英治ちなみに亡くなった、桐崎英治さん亡くなりましたね、すいません。あの
太郎くんの七夕の逃走中の企画あんじゃん、私あれとかぶっちゃうらしくって、日にちが。で、太郎くんのは先に約束しちゃったから断っちゃった、桐崎英二さんの。また次の呼んでくださいって言った。まあ、先に約束してたからね、太郎くんね。そう、残念だけどしょうがないよ。太郎くんが先だから。360万人登録者すごいよね。また今度だね。また次呼んでくれるかもしれない。そう、太郎くんと約束してるからね。あ、400ナイスありがとう。400ナイスありがとう。あと100ナイス、あと100ナイスお願いします。まあ今月いろんなことしないとな。那須はいつ行こうかな。那須ね、那須も行きたいんよ。あ、あゆちゃんありがとう。そうね、男芸つまらん。なんかさ、はるこさんわかる？はるこさん、あの、まあ、ゼロワン今 TikTok 行っちゃった。はるこさんなんかさ、すごい仲いいんだけど、はるこさんさ、ずっと配信外で、まゆころお願いだから駒井くんと付き合ってほしいってずっと言ってくんの。なんで、なんでって、なんでなのって。なんかさ、ゼロワン好きな人って駒井くん好きな人が多いんかな。似てるから、なんかね、本当にお願いだからまゆころ付き合ってよって。わかんない。まゆころ、まゆころ、ずっとはるこさんも配信がずっと私の写真撮ってた。まゆころかわいいとか言って、お母さんみたい。そう、まゆころって言ってくれるのははるさんだけ。はるさんだけだね。あ、でもね、今月こまいくんとあのデートしたいなって思ってる。こまいくんとね、あのデートしようねって昨日話した。今月中のどっかで。あの今月はね、いろんなことしたいからね。ただなんか配信外で言われたんだけどさこれも配信外で言われたんだけど、駒井くんにね、全く配信してない時になんか小前なんか普通に会ったから、あ、小前くんお疲れ様ですって配信外ね、騙したなって急に言ってきた。騙したなってさ、騙したなってな、何、騙したって何なんだろう。あれ、私エンタメで言ってんのかなって思ったの、ずっと配信外で。騙したじゃん俺のことって騙したことな、騙したんかな、分からんけど。まあ、でも気まずかったけどね、駒井くんと、まあ、会って話せてよかった。ありがとう、角業さん。あのエンタメだと思ってた、配信中に言ってたの。いや本気とかないと思うけど、まあ、気に入らなかったのかな。駒井くんモテると思うよ。駒井くんね、実物の方がかっこいい。あー、あ、もっちゃん昨日はありがとう。私もまゆちゃん、待ってね、私もまゆちゃんと駒井くんのコラボ大好きです、ありがとう。駒井くんにちょっとお願い しようね。もっちゃんありがとう。あなたさ、これやったよね、これ、よく、これ
これ深い。うんうん、タロの企画は警察に届け出してないからやばいって。いや、わかんない、それは知らないよ。ちゃんとやってるんじゃない。なんでそれを元彼が知ってんのかもわからんけど、やってんじゃない。そうだね、知ってるよ。まあでも同じ、あの関東に住んでて同じふわっちっていう世界で生きてたら、やっぱりあの企画とかで絶対会うから、もうそれで毎回参加しないってなるのも私にとってデメリットだしね。私が参加しないって肩身狭くなる必要もないから、もうだから私は参加するよ。参加するけど多分逃走中終わったらまっすぐ帰るかもね。その二次会とかは行かないかな、うん、あのまっすぐ帰るかも、うん、まっすぐ帰ります。私団体行動苦手だし、昨日改めて思った。うん、一人でいる方がね、やっぱ配信しやすかったり、怒りが湧いてきそう。まあどうでもいいしね、正直。私は全くもうどうでもいいからね。そんな気にすることないよ。いや、明日はまっすぐ帰ると思う。その企画終わったら、その翌日太郎くんと企画だからもあるし。うん。明日どうしようかな。明日何しようかな。何の予定も決めてないけど。何の予定も決めてない。ナイスお願いします。右下白紙ボタン。うん。お願いします。ヨシエさんと接戦ですね。どんなに頑張っても頑張っても強いよ、ヨシエさんが。勝ちたいですね、今回は。まあ、でもね、会わないで欲しかったって言われてもそれむずいよね。吉井さん強いね、それむずい。だって同じ職場だから、しょうがないね。いや、一回断って思ったの。いや、なんで私がこんな肩身狭い思いしなきゃいけないんだろうみたいな。そんな気にしなくてもいいしさ、ここで一回気にしちゃったら全部私不参加になんなきゃいけないじゃん。ねえ、太郎くんと約束してたしね。足痛いの治った。まあ、だからまあいいんだって。別に私自分の枠であの悪口大会も別にしたくないから。いや、本当にすごいね。私全部さ NG ワードにしてんだけど、かいくぐってくるの何なの、マジで。なんでかいくぐってくるの。ナイス、順調だし。いやー、むずいよ。まだまだダメだね。もういっぱいになっちゃうって NG ワード。まあいいんだよ、ほっとくのがいいの。じゃあ、まあ逆を言えば、私ほっとかれるのが一番辛いから、なんだかんだアンチにこうやって言われることが話のネタになったりして、一切話題に しないことが一番効くからね、配信者って。わかる？一番効くから、それが。うん、アンチって本当やっぱリスナーだったりするよね、本当。なんか今日喋ることないなって思った時とかさ、アンチに書かれて暇つぶしになったりとかね。
そうだからもし、まあ、その七夕の時とかにさ何かあったとしてももうほっとけばいいんだよ。コメントでそんな湧かなくても、うん、それでいいじゃん。やべ、日付変わっちゃうよ、もうすぐ。あと80ナイスお願いします。80ナイス、うん、ナイスは減る？そんなことない。私が自ら絡んだりしたら減るんじゃない？私は何もしないから。川西はじめくん、あのツイッターで見た、ゼロワンの。なんか私さ、ゼロワンと昔なんか喧嘩した時にさ、フォローをさ一度ブロックして解除してたんで、お互いのフォロー、私自ら、うん、で昨日やっとフォロワー同士になった、うん、ゼロワンね。私猫はそんなに、猫アレルギーだから、うん、うん、あ、そうなの、192号。ハニーちゃんが一番可愛い犬だって言ってた。誰が？私もそう思う。ハニーちゃんはちょっと芸能人っぽいよね。あ、ゼロワンも猫アレルギーなの？マジ？でも私も実は犬アレルギーなんだ。犬アレルギーなの。軽めなね。ゼロワン服はいない。多分会っちゃったら依存しちゃうかもね。服って依存させる才能あるから、総理も家臣くんも。そういえば家臣くんおすすめ規制だってさ、おすすめ規制。あんな配信するからな、何のでおすすめ規制になったか分かんないけど、あの、まあ結構すごい配信ばっかりしてたじゃん。3日前におすすめ規制だって、うん、だから一気に閲覧減ったっしょ。おすすめ規制ってあの1ヶ月前よりもしんどいかもしんない。だって出てこないんだもん、おすすめ欄にフォローしてないと。うん、いやおすすめ規制食らうんだったら私バンになった方がマシ、マジで。それぐらいでかいから、あの新規来ないから、うん、うわーって。しかもおすすめ規制ってさ、花屋さんとかももう何1年以上でしょ、うん、いや分かんないんだよそれ。運営に問い合わせてもいつまでか教えてくんないんだよ。忘れられちゃうよね、うん、そうでかいよ、おすすめ規制って、うん、私はなったことない。あ、2日間なったことあります。 THC 事件でなったことある、なったことあるわ。2日間だけあれ、ま、めっちゃしんどかった。視聴者集とおすすめ規制どっちも食らってさ、私外配信のなんか湧くような配信したんだよね。まあ、これ絶対1000は絶対硬いだろうって時に閲覧300とかで、うわこれ怖いって思った。マジで家で雑談なんかしたらこれ多分2桁切っちゃうなって。 でその後に1週間バンになって、あよかったって内心、それあのバンになって逆によかった。視聴者数とおすすめ規制どっちも食らっちゃったらさ、2日間だけね、おすすめ規制って閲覧順は出てくんじゃない？でもあれ閲覧順ってさちゃんと設定しないと、閲覧その視聴者数ってさ出てこないじゃん。
あのふわっちのプロリスナーじゃないと思う。視聴者数ランキングって出ないっしょ、うん、ナイスバンは1日版以上だね、うん、あ、TikTok から、あ、TikTok から来てくれたんですか、290号さん、どれだ、あ、ありがとうございます、あのふわっちの眉です、よろしくね、うん、よしえさん700ナイスちょっと頑張んないと、そうだね、うん、ナイス、そうだね、考えないと、うん、一人になってもずっと、いや4桁はできついよ、やっぱなんかしないと、まあ別に女の子で4桁いなくてもいいんだけどね、うん、うん、数年前になんか変わって、そうそう、自分で設定しないと見れないから、だから基本おすすめ、そのおすすめで見てるんじゃない、ほとんどの人は、あと60ナイスか、ほぼ。あと60ナイス、重大発表したいと思います。うん、重大発表。これマジで。うん。うん。そういえばね、昨日いろんな人とね、写真撮ったよ。ちょっと待ってね。昨日写真撮った人たち紹介するか。まず、ちょっと待ってね。あ、これね、ナナちゃん。ナナちゃん谷間すごいから、ね、これちょっと切り取ってるけど。ナナちゃんめっちゃセクシーだったっけの、ドレスシーンの、ナナちゃんの黒のドレス可愛かったな、うん、あ、そう、ジュジュみたいだった、そう、ナナちゃん、え、綺麗だったよ、やっぱオーラがあるよね、ナナちゃんって。ただみんな喋りたいんだろうから喋ってない、と無限さん、無限さんはね、配信がずっとサングラスしてて、なんか芸能人みたいだった、うん、芸能人、うん、なんかね、ほんと芸能人みたいだったよ、みんな無限さん写真撮ってくださいあ、いいよみたいな、いいよみたいな、私配信外ずっとあの隠れてた、あの逃げてたというか隠れてたね、一人で、でそれをハルさんが遠くでマユコロって写真撮ってた、私のことで、昨日これすごい、お寿司食べ放題、これウニイクラとかこれ食べ放題だよ、そう、美味しかった、食べ放題、そう、なくなったら目の前行ってこれやってって言ったら握ってくれんの、こういうのってさ、いくらすんだろうね、いくらすんだろう、これいっぱい食べたよ、そうゆっこさんがあのずっと踊ってた、このお寿司屋さんの前で、なんかし早く握ってダンスしてた、ずっと、うん、まずい、いや美味しかったよ、あ、20〜30万なんだ、へえ、36万、
あこの食べ物と、そうなんだ、そうそう中村くんいっぱい食べてた昨日。つかあーリーちゃんありがとう。449ナイス、あと50ナイスお願いします。重大発表させてください。もう12時に終わりますよ今日12時に。あと他に写真、あちょっとね、横山みどりさん、横山みどりさんのあのマスクなし、レアじゃないですかこれ、うん、横山みどりさんレアの写真撮れた、うん、なんか普通にイケメンだった、うん、そう、あ知らない人もいるの、そうこの人横山みどりさんですよ、イメージと違う横山みどりさんです。うん、なんかちょっと金ちゃんに似てる気もした、金ちゃんの面影がちょっとある感じで、優しかったかな、優しかった、うん、あーアナウンサーの似てる、あ似てる似てるけど、いやあのね、まあ、これ加工も入ってるからかな、実物なんかちょっと金ちゃんの面影 あるんだよね、あったかな、目がめっちゃ金ちゃんに似てんだよね、もうこれはもう小映えじゃないと分かんないかも、金ちゃんの目にそっくり、でこれ 横山みどりさん、あとはよっさんか、よっさんとも撮ったよっさんの昨日ね、なんか遅刻して入ってきたの、遅刻して入ってきたんだけど、そしたらさ、よっさんよっさんって BGM 流れてるの、そしたらよっさんが杖をあのよ杖であのダンスし始めて、よっさん BGM にあれめっちゃ笑ったんだけど、そうあれめっちゃ笑った、超可愛かったよっさん、そう面白かった、うん、えそうだ野田さん来てなかった、昨日野田さん昨日来てないの、あれ何寝ばっくれしちゃったの、マジ、うん、マジか、寝坊したんだ、えちなみにエミ太郎ちゃんはあれ何、もともとエミ太郎ちゃんもまあ何だったんだろう、来るってなってたよねエミ太郎ちゃんも、えでもなんか昨日もう席なかったけどね、パンパンだったよ、よちくんとは仲直りしました。なんか前にその脅迫されたの記憶ないんだって。うん。あ、え？場所が分からなかったってことは東京まで来たの？東京まで来たけど来なかったってこと？あ、アスカキララさんは来てない。私も考えた途中でインド人ナンパしてフィアリした、嘘だ本当に、どこまでネタなの、エミ太郎ちゃんって、うん、うん、やばすぎ、ぶっ飛んでるよねエミ太郎ちゃんって、マジかよ。あとはあ駒井くんとも、なんかこの狛江くん漏れてないな、なんかこの狛江くん漏れてない、あこの時に騙したなって言われたんだ、思い出した、この時に言われたんだよ、いやなんかこの狛江くん漏れてない、狛江くん実物の方がねかっこいいよ本当に、実物の方がかっこいいね、
みんながこうかっこいいっていうの分かる。え本当に、えなんかさ配信だとなんか人中が長く見えるじゃん。でも実物人中がなんか縮まって見えるんだよね。なんか映り悪いよね、小前くんって。変わらなかった本当。えなんだろう、髪型とかもあのおしゃれだったからかな、うん、イケメンだよ小前くん。小前昨日小前くん無限さんやっぱイケメンだなって思ったね。うん、あとは、うん、そう、セイジさんメイクしてた昨日。綺麗なセイジだって昨日。セイジさんヘアメイクしてメイクしてめっちゃ肌綺麗だった。うん、わかる、なんかメイクしてんの綺麗なセイジですね。そう、うん、眉と一緒だとまあ加工してるからじゃないそれ、うん、そう、セイジさん、うん、ビューティーパピヨン、うん、あーホスト御用達のところでやってもらったんだ。メイクしてくれるとこがあるんだね歌舞伎町で。そう、セイジさんで、ラストがまあ、これは載せたけど、これね 無加工かなこれ。ちょっと焦ってこれ無加工で撮っちゃったんだよね、早くしなきゃって思って。これちょっと無加工だけど、これ01さん昨日ちょっと逃げようかなって思ったんだけど、コメントでさ、あの写真撮ってってみんな言うから、あの勇気振り絞って写真撮りました。うん、ゼロワン、そうみんな撮ってって言うから、これ無加工だねこれね、うん、これ無加工でしたね。うん、でいやあのね加工のやつね保存できてなかったんだよ、写真撮ろうと思ったら。リスナーさんから来てた、スクショ、これは加工入ってるね、配信のやつだから。うん、うん、いい顔してる。まあなんかちょっとあの鬼っぽい顔っていうか、なんか優しい顔になったよね01って、うん、優しい顔になった。なんかねふわっちやってた時って怖い顔してなかった、いつもなんかこうにらみつけてるようなさ、あれがすごい苦手で、優しい顔になったなって思ったけど、ただなんか本当になんか違う人みたい、うん、してたよね、苦手だったんだよねあれ。 F 君抱っこしろって言ってるけどダメダメ、うん、そうそうそう、まあでも私も言われた、ひどなさんに言われた、なんか まゆちゃんなんか優しくなったっていうか穏やかになったよねって言われた、うん、そう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 。あと33ナイスお願いします。500ナイスいったら次枠もやろう、
それ思う。いや自分じゃ気づかないけど、そうなんかな。前もきつい顔してた。そうだね、やっぱ環境ってでかいと思う。環境って、うん、ゼロワン彼女いそうだよね。わかんない、あんまりでも言っちゃうと、憶測とかで言っちゃうとさ、あれだから。これは今日起きたらハニーちゃんが横にいた写真。起きたらハニーちゃんがいた、うん、ありがとう、テキありがとう、かわいい、うん、なんか最近ハニー前の顔周りで寝るんだよね。顔周りで寝るんだよ。写真はこれが最後かな。そうだね、こんな感じかな。って感じでしたね。あと、26ナイスか。26ナイス。ぬくありがとう。誰が撮ったの？自分で撮ったよ。そう、昨日はねいろいろあったけど楽しかった。行ってよかったな。くるちゃんも来ればよかったのに。くるちゃんね、もしくるちゃんが来るってなってたら歌おうと思ってたのはアナ雪だった、絶対に。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。まゆがくるちゃんと歌おうと思ってた歌ね。くるちゃんの歌、あ、これかな。お前がまゆちゃんが運営に報告した説話してる。ん？どういうこと？え、どういうこと？通報したって、あ、ネタで言ってるってこと？ネタでもちょっとやめてほしいけどそれ、うん、あ、狛江くんが言ってんじゃなくてタヌキが言ってるってこと？マユが通報したとか、あの男カテゴリーは全く私にとって関係ないし、そんなことするわけないじゃん。てかしないしそれ絶対に、うん、しません。そう、まあね、くるちゃんとこれ歌おうと思ってたの。素敵な一日っていう歌ね、これアナ雪の、うん、ゆまるちゃんは欠席だったからね、絶対行かないって言ってたから。で、あのくるちゃんは来るってなってたから2人で何歌おうかって考えてこれにしようって思ってたの。そう、
なんかわかんない。でもゆまるちゃんはね、なんか苦手なんだって、私のこと苦手らしい。そうそう、泊まる話にもなってた。あ、そうなんだ。あともう少しだ、重大発表まで。よろしくお願いします。あ、500ナイス来た。あ、来た。あ、ありがとう。じゃあ発表したいと思います。じゃあこの発表もいいねって思ったらね、右下ナイス押してね。じゃあちょっと発表します。なんとですね、なんとですね、日程はまだ決まってないんですけど、日程は決まってないんですけども、なんと01とコラボします。まだちょっと日程は分かんないけど、あのコラボ、分かんない、ふわか TikTok か分かんないけど、コラボしようねって約束したから、ゼロワンと、まあいつかか分かんないけど、まあコラボするから、そしたらね、いろいろまた配信のこととか教えてもらえたらいいな。そう、みんな嬉しがるだろうなって思ったの。私のリスナーさん、ゼロマユ好きな人多いから。うん。ねえ。ゼロワンロス。でもわかんないよ。それが TikTok かもしんないし。わかんない。うん。いいねと思った方はナイスお願いします。これ本当にビッグニュースというか、うん、あ、リーちゃんありがとうね、嬉しいです、うん、そう、まあちょっとまだいつかは分かんないけどね、うん、そんな感じです。そう、え、でもさ、すみはねちゃんとコラボしたりしてんじゃないの？すみはねちゃんとかと、うん、嬉しい。まあ、昨日行ってよかったね、2年ぶりに会って話して、まあそんな話してないけどさ、なんかこうあれなんだよね、ゼロワンと話すとこう配信のもっとこう頑張ろうってなる。そう、2年ぶりだね、あの話したの2年ぶり、話したの本当に2年ぶりだね。去年あきこママの店で会ったことがあるけど、なんか絡んじゃいけないのかなって思って目も合わさなかったしね。うん、うん。でもさ、私って元カノっていうよりも一人の
配信者じゃない。わかる？私って元カノとか女じゃなくない？ちゃんと配信者じゃない？私って。ね、まあだから大丈夫じゃないか、わかんないけど、わかんない。でもゼロワンは認めてくれてる、私のことをね、配信者として、もうずっと一人でやってるしね。そうだね、ゼロワンが人気だからね、やっぱり私のリスナーさんはゼロワンと絡んだらすごい嬉しい、嬉しいんだと思う。さすがにコラボやめなよっていうやつはマジでいないと思う、前のリスナーで絶対いないと思う。一番うまいよって言ってくれ、そう言ってくれたんだよ。あの配信外もね言ってくれたの、実はそれ、そうキッチンの配信ダメって言われたんだけど、日程は決まってないけど、そうコラボしようねって話はなったからね。なんてキッチン、え、冷蔵庫近いから。もともと私紙タバコだったから換気扇で吸っててここが染みついちゃったんだよね。そう、まあでもいいんじゃない、女ってみんなキッチンじゃね、配信者。俺もう俺ってずっと言ってないね、自分のこと。総理といるとき俺って言っちゃうかもしれない、ちょっともう癖で。そうなのかな、だってリナネコちゃんだって大手じゃん。何なのこの社交辞令って言ってくるやつ、社交辞令とか言わないでしょ、社交辞令とかないでしょ、ないね、ゼロワンに限って。そうだよ、意地悪なこと言わないで、普通にそれでよかったねっていいじゃん。もうめんどくさいな。あー、天の川 M ちゃんありがとう、 M ちゃんありがとう、天の川ナイス。まあいつかは分かんないけどね。でもなんかそういう話までできるようになったことってすごい良かったなって思う、昨日いて良かったなって思った、本当に。歪んでるよね、そう考え、このタイミングでさ、発表したタイミングでさ、本当だよね。あと10分で終わります、右下ナイスお願いします、お願いします、まあね、まあなんだかんだね、そうふわっちも狭いからさ、てかね、ゼロワンが TikTok 行ってから大手の人も絡んでくれるようになった、絡みづらかったんだと思う私って。これ、エミチャングのタヌキ、エミチャングって何、エミチャング、あ、とっちゃんありがとう、エミチャングって何、
そうだね、今月は頑張んないと。誕生日好きだから。あ、ありがとう。あ、ピーちゃん、あ、ピーちゃんもそうだね。ありがとうございます、ピーちゃん、ありがとう。そうだね。てかそんなに心配しなくてもいいのに。配信者として私のことを買ってくれてるだけだから、ゼロワンって。あのそんな、あの何、心配しなくて大丈夫だよ。うん、よしえ配信時間9時間目突入、前サボりすぎ。あのさ、昨日何時間配信したと思ってんの。昨日私だって配信してるけど、よしえさんモンスターだから、だからもうおかしい。よしえさんは、私も頑張ってるんだけど、いや、よしえさんすごいよね。寝た方がいいんじゃないの。大丈夫、ぶっ倒れないの。心配ですけど。てか私リスワン撮ったんだっけ昨日。ちょっと見てみるか。おー、リスワン撮ってる。ゼロワンの誕生日にリスワン撮れた。なるほど。ありがとう。なんかあの今月のいつもさ、毎月頭に取れるのが嬉しいよね。毎月頭にさ、うん、ありがとうございます。みんなのおかげだね、本当に。ショートスリーパーなんだ。私はもう長時間寝ないとダメなタイプだからさ。そう、月始めに取れることが気持ちいいよね。うん、まあリスワンはどっかで取れるだろうとは思ってんだけど、うん、うん、楽なんだよ。そうそうね、ライバル、そう、よしえさんファンが多いからね、配信者ね。うん、頑張らないと。チートを使えないんだよ私。うん、なんか見て思って、誕生日でフワの配信いろいろ影響を受けて帰ってきたね。あ、そうなの、うん、そうなの。でも言いたいことはわかる。もう抱っこ抱っこ男だよね。独立してほしい、自立してほしい。うん、お願いします。右下ナイス。6分で取り直すね。うん、そうだから、なんかこう企画をしないといけないね、ほんと。企画を、もうワンチャン韓国行こうかな。ワンチャン韓国行っちゃおうかな、困ったら。だ、そう思うとナイスやるためにめちゃめちゃコストかかるから、これね、あのプラマイゼロなんだよね。賞金もらってもお金かかることしようしないといけない、私って。そう、この時期の韓国、そう、暑いから。そうなんだよね、マジで暑いじゃん。うん、私暑いの苦手だからさ。私も行ったことある。本当にちょっと立ちくらみしちゃうもん。40度とかない？そんなことない？40度、暑くって熱暴走しちゃって配信できないんじゃない？
この季節ってさ、熱暴走あるから嫌だよね。今年特にやばい。私も思うんだけど、日本もやばくない？だから太郎くんとさ、真っ昼間からデートしようと思ってたんだけど、ま、やっぱ無理かな、夜かな、暑すぎちゃって、うん、じゃあ降りて、うん、あでもね、大阪は行くからね、みんな大阪よろしくね。ハワイも、あの円安が終わるまで絶対行きたくない。クソ高いじゃん、絶対行きたくないね、うん、そう、まあ、大阪行く、今月はね、うん、大阪行ったらあのくるちゃん、あの遊ぼうって言ってくれたし、まあくるちゃん好きだから、くるちゃんと遊ぶけど、コメントうざいだろうけど、いや来年円安が終わるんじゃないかっていう噂、うん、来年、みんな右下ナイスお願いします、右下ナイスお願いします、押してください。今年40度あたりの気温の日が多くなるみたいな。そうなんだ、そうなんだ、じゃあもう外出たくないね。じゃあワン、あれじゃん、福ハニと旅行とかもできないね。ワンチャン行こうかなって思ったんだよ、あのドギーズアイランド、暑すぎちゃって大変だね。うん、リスナーから建て替えで旅費が届いたらそりゃ行くでしょ、お金もらえたら、うん、リスナーさんにこれでお金をもらえたらね、ネタになるし配信のあれになるし行くね、うん、ちょっと話変わるんだけどさ、キャリーちゃんってどうなった？私キャリーちゃんに連絡したんだけどさ、帰ってきてないんだよね、返事来てないんだよね。10日で退去らしいじゃん、あと6日後か、うん、うん、あガメラさんの家に行くんだ、それは無料で、うん、まあ大阪に住んでる前のリスナーさん、あのキャリーちゃんの家具とかもうあれ、あの引き取ってほしいんだって、無料で引き取ってくれるらしいから、あのなんか例えば冷蔵庫とか洗濯機とかもあるだろうし、そういうのとか欲しいなって、ベッドとかさ欲しいなって思った大阪の人いたらキャリーちゃんに連絡して、無料であの家まで引き取ってくれる人限定でね、キャリーちゃんにね、困ってるらしいから連絡してあげて。昨日の警察の YouTube、 それ見たいんだけどさ、どこ、あの なんて出てくるそれ、うんうん、聞く誰か、いやなんかね、違う、キャリーちゃんってちょっと変わってるというか、そのやばいっていう焦る感情がちょっと欠落してるんだと思う。まあお金がないから、まあでも買い取ってほしいって言っちゃうと行きづらいじゃん、リスナーさんとかももうさ、だっていや無料で引き取ってって言った方がいいと思うよ。そう言うとなんか、あお金払わないといけないなって思って結局やっぱやめようってなるじゃんみんな、うんうん、無料でって言った方がいいよ、もう時間もないしね、うん、服を無料で持って帰った、あそうなんだ、
ビトンさんにあげる。あ、もう日付変わる？ちょっと待って。あ、日付変わっちゃった。ちょっと撮り直すね。撮り直します。撮り直します。あの、ナイスやるから、ちょっと撮り直すから、戻ってきてください。戻ってきて、トリオツです。